ダリオフォは、イタリアの劇作家、演出家、俳優、舞台美術家。風刺喜劇において、多くのヒット作を出した。俳優、作家のヤコポフォは息子。ダリオフォ、妻、フランカ・ラーメ、息子ヤコポ。1962年ロンバルディア州、バレーゼ・ケン・サンジャーの生まれ。1940年ミラノに移住し、ブレラ美術館のアカデミーで建築学を学ぶ。 レジスタンス運動に身を投じ、サロ政権に捕虜として囚われながら脱出した経験も、ある。1951年に、女優のフランカラーメと出会い、同じ年に、大のラジオドラマに出演したのをきっかけに、以後の俳優のキャリアをスタートする。1953年に、時の政権と教会を封じした、イルジとネルオッチを、を、発表、工業的には成功するものの工業主とはトラブルを、 おこし不遇を囲う。1955年にローマの映画プロダクションに移り、ディノデラウレンティスをはじめとした多くの映画作品の脚本を手がける。同年には、長男、ヤコポが誕生している。1959年にミラノに戻って、ダリオフォアンド、フランカラアメ劇場を、旗揚げ、以後の活動の拠点とする。1960年にイット、リ・ アーカンジリー・ノン・ジャイアコの A フリッパーが大ヒットこの成功に気を良くして翌1961年スウェーデント・ポーランドへ初の海外巡業を行う。1962年にはライのクイズ番組に出演し政治家とマフィアの癒着を番組中で指摘したところ脅迫されて番組を降板。以後15年にわたってライから干されることになった。また、 イタリア共産党のイベントを手掛けていたことから右翼の襲撃も受ける。1967年にはベトナム戦争とケネディ大統領暗殺事件をめぐる言動でアメリカ合衆国から入国を拒否された。その一方でプラハの春を支持したことから東側からも工業を拒否される浮き目に遭う。1968年にはイタリア共産党との間で祖母が起き、 ラーメンが共産党を脱党する。1969年に滑稽なミステリーを発表、中世喜劇のモノローグをうまく時事風刺に絡めたことから大好評を得、多くの更新に影響を与えた。1970年代に入っても、ポート、ラーメンは風刺作品を発表し続け、パレスチナ解放機構を支持してメンバーを舞台俳優に起用したり、 チリのサルバドールアジェンデ政権を打倒したチリクーデターの抗議デモに参加して逮捕されている。1975年に放中、翌年には久々に大の番組に出演し、バチカンの布教を買う。1978年にイーゴリ・ストラビンスキーの兵士の物語を本案した戦士の物語を発表、成功を収める。1981年に ニューヨークのイタリア演劇フェスティバルに招かれ、その後もしばしば訪米。1989年には、天安門事件に抗議する一方で、コメディフランセーズでの上映を果たす。1992年、ネーデルランド歌劇場のオペラ、セビリアの理髪誌を演出。1997年には、多年の風刺喜劇に対する実績を批評されて、ノーベル文学賞を受賞した。 2000年3月、フォンターナ広場爆破事件の容疑者で、日本に帰化していたデルフォ・ゾルジの身柄引き渡しを求める公開のアピール文を、小渕恵三総理大臣宛に送付、翌4月の国会質疑でも取り上げられた。2006年には、ミラノ市長選に共産主義再検討の指示を得て出馬したものの、落選している。2007年、ドキュメンタリー映画、ゼロ、9、 11の巨構に出演、アメリカ同時多発テロ事件の独立調査委員会公式報告について疑問を述べた。2013年に妻フランカと死別。その後も活動を続け、2016年にミラノの病院で死去した。ダリオフォさん死去イタリアのノーベル文学衝撃作家。朝日新聞。httpww.a 朝日 .com.articles アスフゴ計例ジャジブフビーレイに CHTML2016 年10月13日、閲覧。この頃、当事助教授を務めていたウンベルトエーコーラによって、新しく開設されたボローニャ大学芸術音楽、演劇学部に、ラーメと共に招かれ、毎晩中央政府の政治家を茶化すコントを上演。それが、来の中継で人気番組となり、ヨーロッパ各国でも放映された、という。 井上久志、ボローニャ気候文芸春秋社、2008年、ピアニッシモ、141から145第147回、国会衆議院決算行政監視委員会第1、文化会に専念4月20日、高田和文、現代イタリア演劇の研究、ダリオーのびっくり箱200 200 2 0 0 1 2零0 2静岡文化芸術大学研究企業ボリューム5、2004年、静岡文化、 芸術大学教員賞を書いたカダワ文タイルに焼き付けられた穂の署名、リグーリアー州嵐をありがとうございます。